my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. じゃあ続きの質問していくよ。キミちゃんは実証で太鼓腹ではありませんでした。はい、では次の質問、血圧は高いですか？そうだね、血圧って普段気にしないもんね。健康診断とかで指摘されたことがないんだったら血圧は OK、 クリアってことでいいと思うよ。はい、高血圧ってどこからという皆様の心のモヤモヤ解消しておきましょう。高血圧の基準は複数あるんですが、この動画では上の血圧135以上、下の血圧85以上を高血圧とさせていただきます。あくまでも目安なのでここはご了承ください。血圧高いわって方は上の9番の動画ご覧ください。下の概要欄にも全ての動画貼ってますので、そちらの方からも飛んでいただけます。では続きの動画ご覧ください。血圧クリア。じゃあ次の質問ね。キミちゃんは普段ちょっとイライラしちゃったり、あと不安を抱えたりとか、眠れない、不眠になることはありますか？さすがキミちゃん、いつも素敵な笑顔だもんね。ありがとう、お礼もだよ。はいはい、ごちそうさまです。もう付き合ってらんねえよ、こっちは夜イライラし眠れねえんだよって方、そんな方は8番の動画ご覧ください。あなたにぴったりな漢方見つかります。もちろん下の概要欄にも全ての動画貼ってますので、そちらの方からもご覧いただけます。では続きをどうぞ。そんな素敵なキミちゃんにぴったりな漢方わかりました。お疲れ様でした。それはね、大王ボタン微糖です。そうだね、ここにも大王様いるね。覚えやすいね、天才じゃん。この漢方はね、血の滞りっていうのも解消してくれる漢方なのね。うん、だからね、女の子の日が重いっていう方にも結構ね、おすすめの漢方だよ。大王ボタンピトーについて補足で説明しておきます。この漢方は実証の方、つまり体力が比較的しっかりしている方に向いてます。お腹を押さえた時に痛みがあるって方にも向いた漢方です。血の巡りを良くする、滞りをなくすという作用を持ってますので、女性の月経が重いって方、あと不順がある方って方にもぴったりな漢方です。女性の味方の漢方ですね。でしょう。うん、今回のはあくまでも目安だから、もしこの漢方が大王ボタンピトーがね、効かなかった時には最初から体質をちゃんと見ていくか、一緒に病院受診しようね。よし、じゃあサバに行こうか。いいね、俺はキャラメルマキアート。やっぱりって。じゃあ行こうか。